画の展、交友館コレクション寄贈40周年記念展、豊かなる宝、担当学芸員の福島です。よろしくお願いします。この交友館コレクションというのは、寄贈者である金沢博臣さん、こちらの方ですけれども、この方のお父さんとおじいさんが2代にわたって集めた美術工芸品、約100点からなるコレクションです。これらのコレクションはもちろんご本人たちが美術工芸に深い造詣を持っていらっしゃったから集められたものであるのは事実なんですけれども、それと同じかそれよりも強いお気持ちとして、明治時代から昭和にかけて郷土にゆかりのある美術工芸品がどんどん流出していってしまう、そのことに心を痛めて、地元にゆかりのある美術品、あるいは刀剣や具足、鎧兜ですね、そういったものが少しでも多く盛岡に残るようにという気持ちで、集められたコレクションです。それらが盛岡市に寄贈されたのが今年からちょうど40年前のことでしたので、今回はその40周年を記念してできる限り多くの資料をご紹介するという展覧会を開催しております。最初にご紹介するのはこちらの作品です。展示室に入って一番最初にご覧いただける作品ですけれども、南部利忠という盛岡藩の13代藩主が、記した書です。この5文字だけの書なんですけれども、残念ながら今回展示のために調べた範囲ではこれがどういう意味の書なのかというのは特定することができませんでした。字はおそらくご覧になって読める方がほとんどかと思いますけれども、そのままの意味で解釈すると、薬を買いに山城に入る、あるいは薬を買って山城に入るというふうに読むことができます。私今山城と最後の2文字を発音しましたけれども、山城といえば山にあるお城、高い土地に建っているお城のことを指します。ただこれを山城ではなく山城と読んだ場合、山城の国を指しているというふうに解釈することもできます。山城の国となると、これは現在の京都府あたりを指す地名ですので、全く山城と読んだ場合とは違う意味の言葉になってしまいます。そういった意味を含めて残念ながら書の意味自体はわからない作品なんですけれども、ご注目いただきたいのは署名の部分です。最初に南部利忠の作ですというふうに申し上げましたが、書いてあるのは信じるに親と書く名前です。この2文字で信春と読みます。信春というのは利忠が藩主に就任した文政8年なんですけれども、その就任直後まで名乗っていた名前です。信春と名乗り出したのは文政5年の5月1日。信春から利忠に改名をしたのが文政8年の12月26日のことです。これは歴史資料に書いてある事実なので、この期間約3年7ヶ月の間だけ、非常に短い間だけ名乗った名前が信春ということになりますので、この作品もその期間中に書かれたものであるということがわかります。その頃というのは利忠は26歳から29歳のまだまだ若者であった頃の作品であるということができます。でこの信春という名前の読みと、利忠がその名前を名乗っていた時期の特定というのが今回企画展の開催に残念ながら間に合っておりませんでしたので、キャプションの方には信春にルビは振っておりませんけれども、会期が始まった後に分かった新しい事実として、今回ギャラリートークとしてご紹介させていただきました。